旭川市のロバカシツカサは、小林製薬の紅麹を使っていた一部の商品について、当面の間販売を休止し、商品の自主回収を始めました。対象はこちらの4商品で、5000個以上が販売されています。また、化粧品などの通信販売を行うサンセリテ札幌は、 小林製薬の紅麹が含まれていた一部のサプリメントについて販売を中止し、自主回収を始めています。今のところ、道内での健康被害は確認されていません。札幌市保健所によりますと、札幌市の会社1社が小林製薬の紅麹原料を購入しているとみられ、大阪市保健所から調査を依頼されているということです。 小林製薬の紅麹が含まれていたロバカシツカサの自主回収対象商品について詳しく見ていきます。対象は全部で4商品です。このうち3つは販売日が22日から25日で、販売場所は旭川市内の直営店です。そして黒田米は販売日が12日から25日で、 販売場所は旭川市内だけでなく、北海道土産湖プラザ札幌店などでも販売されていたということです。ロバカシツカサによりますと、25日の朝、小林製薬に店側から問い合わせたところ、自主回収の指示があったということです。これまでに健康被害の報告はありませんが、商品を買った人は食べずに最寄りの直営店まで持ってくるか、電話で問い合わせてほしいとしています。